えー、これ8月13日の5時20分の相場解説になります。いや、後悔しましたね、これは。ちょっと痛かったですね。もっと早く倍で仕掛けておけばよかったかなってことですけども、えー、すべての発端はですね、私がこういう風な予測をしたことにあります。えー、このゾーンを下回ったんで、今後は、この、下方部分で推移するのかなっていう風にね、えー、こう考えてしまったことです。これがね、そうではなかったんですよね。ズバッと上に突き抜けましたね。 これだけの幅の倍が取れなかったのは痛恨の極みですね。まあ見極めができなかったんでしょうがないですけどね。まだまだですね。はい。で、4時間の方を見ますと、かろうじて、かろうじてさすがにですね、ここを抜けた後、さらにここも抜けたんで、ここの間は何とか私ついでも遅ればしながら取ることができました。まあけどね、 ここから始まる大きな波でしょこう、ズバッと上に突き抜けて、組み上げて、もう一回上がってくるという、上昇の N ですよね。うん、106円、107円の方向に動くということが、考えられなかったなってことですね。まあ、昨日の時点でやっとね、倍に動くんじゃないかなっていうふうに、昨日の朝考えられたんですけども、まあ、遅れました、随分。ここを突き抜けるまで、えー、まあ、なんともいなかったところと、あと、ここでね、 上昇の N を確認したのが、こんなに遅れたわけですよ。これね。これじゃあ、なかなかですね。えー、まあでも20数ピップ取れたんで、よしとすればいいんですけども、もっと早い段階でのね、N が気づけなかったかなってことです。もう一回デリー見ますけども、この、この N をね、見とかないといけなかった。これを。これですね。ここで。 うん。まあ、そういうことですね。で、今日から考えていくことなんですけども、まあ、一旦 N 取ったんで、これはね、えー、上昇のトレンドが発生してるよってことです。まあ、ですんで、引き続き、倍の方向で進めていくわけなんですけども、107円とかに突入するんじゃないかなってことを、今日の段階では考えております。107円に入っていくんじゃないですか 今、106円の828ですからね。まあですんで、20ピップス前後を狙う意味で、まあ今日午前中に倍を仕掛けていこうかなってことですね。まあ若干これ横倍とか、ペナントに見えるんですよ。ここだけ見たらね。それはもう30分とか15分足を見るしかないと思いますんで、後で見てみますけどね。本日は以上です。